ドイツ製の LPZ ジラ1、長部カバー2、底部カバー3、作薬4、カバー止めボルト5、起爆薬6、金属製の起爆薬止め、カラー7、薬質8。 安全ネジ9、点火灯10、同化管11、点火灯止めネジ12、雷管13、プランジャー14、激震15、点火用圧縮スプリング16、激震スプリング17、激震止め用の構成ボール18、安全ネジキャップ19、白色の指示線20、白色の点21、重剣受け LPZ 地雷、または、ライクタパンツァーマインとは、第二次世界大戦中に、 ドイツで生産された円形で金属製団体を持つ対戦車地雷である。この地雷は1941年に採用が許可され、空挺部隊による使用が想定されていた。本地雷の生産は1942年に終了し、3万1700発のみが生産されている。この地雷の最初の実戦投入はメルクール作戦中。 クレタ島に侵攻する高架両兵部隊によって行われ、戦争終結まで使われ続けた。本地雷は円形であり、とても丸みのある外形をしている。中央部には金属製のキャップがあり、この地雷の安全装置である大型のネジを覆っている。この地雷は普通と異なり、5箇所の点火灯、新管を使用し、一連の導火管を用いて中央部にある起爆薬へと連絡している。 この地雷の天面に十分な荷重が加えられると、天下刀が一つ以上押し下げられていき、スプリングが圧縮され、二個の激震止めの構成ボールが離脱する。これにより、激震が解かれ、第二のスプリングによって髪型へと引かれる。激震は天下刀長部の雷管を叩き、爆発が同化管を伝って、地雷中央部の金属製薬室に入る。安全ネジが除去されている場合、 爆発が起爆薬に添加し、主作薬を炸裂させる。マインズ・オブザベア・マハト、ハット・パンツァー・ファウスト・ WW2 ・ジャーマン、インファントリー・アンチ・タンク・ウェポンズ・エム・ホフ・バウアー。ありがとうございます。